はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎週頑張っていきましょうということで、頑張っていきましょう。はい、こちら白くないな、これね。本当にそんな白い？いや、ちょ、向こう見て、向こう、うん、ここ見せないでいきます。じゃあ、そして遊戯王カード、イエーイ。合計18パック買ってきました。かっこいいでしょ、こういうの好きでしょ。うん、好き。ウキウキするよね、買った帰り道。やっぱ、うん、これの方がいいや。いや、そうなんないんだ。今日の企画は、はい、遊戯王カードやったことある？ないないよね、うん、僕昔ずっとやってたの。はい、俺は何か頑張んなきゃいけない時、一パック買ってあげるからねって思って。なるほど、起こすって言ってた。お小遣いの代わりに遊戯王カード一、うん、パック二パックとか言ったらもう何でもしちゃう。裏切るとかも全然するし、嘘も作れるし。じゃあ4パックあるから、もうあいつのこと裏切れてた。裏切るわ。いや、すぐ4パック、2パックでいいよ。ちっちゃい頃の俺はそうだったかもしれない。そうじゃねえか。そんぐらい遊戯王好きだった。意外と YouTube を見てる人って、うん、遊戯王のやり方知らない人多いと思うんだよ。そう、初期装備があってこれで強化するの、うん、イメージはね、うん、これだけで戦えるのか、一瞬でね。なるほどなるほど。ということで開封していきましょう。はい、これ憧れだったんだよね。このパック開けます。え、じゃあこれでやんのやって。ねえ、なんで。うん、サブ審査何点？どう？わかんないっす。カメレオンみたいなやつ来た。頼むよ。いや、レア伝説のフィッシャーマン3世俺の知らない間に2世がウルトラレア出しました。知らない間に。いや、これはもうかっこよくないから。いや、それですよ。パッケージのやつですよ。え、お前すごいじゃん。これどうやってた。いい、うっさ、全部それでやったでしょ。おお、これすごいいいよね。トカゲ、太陽、じゃーん。何？わかんない。アルティメットレアですね。え？見して。やだ。みんなでやるやつ見てるよ。見てる。見てんじゃない。五枚引く。おお、来た。大好きなカード来た。星4以下じゃないと出せない。出せない。ちょっといつでも。手札これです。ゼロになったら負けです。よし。召喚。これ何？見ちゃダメ。見ちゃダメです。これは違うよ。これはそれはダメです。じゃあ俺どうする？セカンドさんがターンエンド。ターンエンド。ドローできます。1枚。俺ドローは？あ、できますよ。おい。フラキュビキ表示。これとじゃあ生贄。はい。墓地。そこ覚えてんだ、墓地。なんで墓地の場所？これ墓地なんです。じゃあ墓地な？え、墓地の場所知ってんだけど。もしの場所だけ天性のものエンドです。エンドです。ターンエンド。エンドです。ターンエンド。ターンエンドです。俺のターン。じゃあよ、生贄にして召喚。伝説のウィッシャーマン3世強そう。伝説のウィッシャーマン3世召喚できないですよね。はい、じゃあもう負け。じゃあ読んでください。このカードは通常召喚できない。一行目に書いてあるわ。こいつでこいつ。じゃあ、デーン。1600。勝った。え、富永さんに400ダメージです。こいつを生贄にして、召喚します。ドドドウォーリア。ドドドウォーリア。めっちゃ強いじゃん。で、1100ダメージです。もう負けじゃないもん。これ使える？使えないっす。だってね、攻撃力が2700以上なの俺引かなきゃいけないけど。全く関係ないですね。全員バカみたいに弱いっす。やる価値ないよ。全員バカみたいに弱いっす。で、ダイレクトアタック。
はい。何残ってたっけ。2000。いや、分かった急に。負けっす、富永さん。はい、急にパック買って遊戯王バトル勝敗つくのか、うん、はい、デッキがなくなって負けそうになったけど、でもつくよね、ハラハラはあった、はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。